座ってればいい。やることは変わんないから、オッケー、やっていこう。おっす。現在シーズン4 4連勝のウィナーズ、相手は江戸オールユナイテッド。技術的にもフィジカル的にも優れた、はっきり言って強いチームです。そのチーム相手にどのようなパフォーマンスを発揮できるのか、ウィナーズの進化が問われる試合です。こちらが江戸オールユナイテッド、本田圭佑氏が発起人となり立ち上げたクラブです。インフルエンサーに負けるわけにはいかない、大きな野望に向かって歩みを進めるクラブにとって、今日勝利することは絶対的なミッションです。さあ選手入場です。ピッチコンディション気候ともに万全、強度の高い激しい試合になることが予想されます。実況は毎度おなじみ下田恒之です。この試合について江戸オールの和田亮太監督は本田圭佑氏から必ず勝てと言われたそうです。ウィナーズのスターティングメンバーです。システムは 4-4-2、 ゴールキーパージャイアント和樹、ディフェンスライン右から掛ける浩二郎、牧彦、重の4バック、中盤のセンターウンパルンパと翔平、右ウィングに拓也、左ウィングに歩む、そして慶吾と高の2トップです。注目はセンターフォワードに入る高。フィジカルで勝る相手には高の抜群のキープ力で時間を作り、得点チャンスを伺いたいところ。裏抜け、ポストプレー、ドリブルが揃ったウィナーズが誇る万能フォワード、高の活躍に期待しましょう。一方、江戸オールユナイテッドのフォーメーションは 4-3-3、 ゴールキーパー江口、ディフェンスライン右から受け口、高井、佐藤、羽仁田の4バック、中盤3人は清水、横澤、影山、右ウィングに白畑、左ウィングに石田、そしてセンターフォワード秋元というフォーメーションです。注目は10番中盤の影山、高いテクニックと長いリーチを生かしたボールキープからチャンスメイクを狙うトップ下タイプの選手です。ウィナーズの激しいチャージを受け流し、決定的な仕事をすることができるでしょうか。今キックオフです。さあウィナーズ対江戸オールユナイテッド、前半が始まりました。前半は右エンドウィナーズ、左エンド江戸オールです。まずは江戸オールユナイテッド、右サイドのボールをポーンと真ん中、長い球を入れてきました。前線で競った13番の秋元翔吾、こぼれ球、ウィナーズ拾いかけましたが、江戸オールユナイテッドボールです。右ウィング白畑、クロス早めに入れてきました。ところがここはどっこい、ジャイアント勇敢に出ます。相手が前に少しラッシュしてきましたので、ここはジャイアント和樹、巧みに時間を使ってパントキックを蹴ります。中盤の攻めぎ合いです。今競った10番が影山、さあボールを拾った浩二郎が右につけて真ん中入れたんですが、ちょっと前線収まりを欠きます。浩二郎ダイレクト、しかしながら江戸オールユナイテッドボール、左のサイドに11番の石田が出てきました。少しでも上げろよ、後ろ出る、投げれるかもしれないからね、準備準備準備、中を準備して。ベンチから和田監督も声を出します。ナイスナイス。険しい表情で戦線を見やるベンチの那須監督。さあまだこの辺りはボールがなかなか落ち着きません。立ち上がり、どちらが先に主導権を握るか、影山の縦パスです。早めにタフにボールサイド食いついていきました、右サイド。さあまた江戸オールユナイテッドボール、ちょっとウィナーズは始まって2分近くになりますが、まだボールがほとんど持てない状況です。タカがプレスをかけて長いボールを蹴らせました。ゴールキーパーの江口拓也からの達也からの長い球です。さあなかなかリズムが作れないウィナーズ、ジャイアント和樹ロングフィード、
競り合いになります。こぼれ球拾った白旗、シンプルに前。ちょっと幸次郎のクリアが流れました。右サイドバック7番は受け口、そして77番中盤の清水。さあドリブルが入った、ストライカーの秋元パス、ピタッと合っていれば際どいチャンスという形になりました。エドオールユナイテッドキープ反転から、この13番ストライカーの秋元、いい突破からのパスでした。合いませんでしたが、左のサイドでウイングの石田拓人が待っていました。エドオールユナイテッド跳ね返しました。サイドバックの受け口、さあなんとか起点を作りたい高。今日はですからこの高の存在が大変重要になります。ウィナーズタイミング見て、さあ劣勢のウィナーズですが、この敬語のリスタートでなんとかしたい。セカンドチャンス、シゲ拾って打ってきた、ラフに前。この走り合いはなんとか抑えたい。幸次郎カバー、秋元が行く、秋元がパスをチャンスだぞ、抜け出してきて白旗の折り返し、あとギリギリでカバーしました。これはウィナーズ大ピンチ。エドオールユナイテッド、セットプレーの跳ね返りから鋭い攻めを見せます。最後は本当に危機一髪、秋元スピードがあります。牧彦幸次郎を引きつけておいて、この白旗への決定機を捻出しました。最後は牧彦の決死のクリアです。左足で運波ダイレクト前、敬語もダイレクト前、しかしながら高のところには収まらない。いい反転、影山セカンドボール、そのせめぎ合いで笛が鳴りました。ちょっとボケてるぞ、集中しろ。ボールを蹴るのは中盤77番の清水勇気です。落としてきました。このジャイアントの高速のパント、高速のパント、さあ一気に抜けるタカ、ジャイアントからタカ折り返して、チャンスだ、歩む打つ、ナイスキーパー、まだあります。タカ残した、敬語来た、敬語打った、決まった、ジャイアントの見事なパントキックから高歩む、最後敬語。このですから高の突破はジャイアント和樹の素晴らしいキックから始まっています。歩むのシュートは決まりませんでしたが、最後敬語がよく仕留めました。劣勢だったウィナーズ、キーパーからの鋭い攻めで先制しました。取った後で、取った後で、滑るぞ滑るぞ、優勢に試合を進めていました東京都リーグ2部のエドオールユナイテッド。しかしながらウィナーズ非常にリヒルな速攻を決めまして、この難しい立ち上がり先制に成功したわけであります。さあまたしてもジャイアントのキックから拓也抜けます。右の裏に駆け抜けました、ウィングの拓也を追い越してサイドバックの駆ける。ウィナーズは右サイドで厚みを見せて、おっとイエローカードが出ました。たくさんの試合を積んできましたウィナーズですが、試合中に相手も含めてイエローが出たのはあまり記憶にありません。さあ敬語面白いと、最後ゴール前セットのアタカ、ペナルティの脇からやはりこの敬語のキックは期待感があります。非常に鋭く低い球を落としてきました。1点ビハインドのエドオールユナイテッド、ゴールキーパーからしっかりと運んでいきます。後方からセンターバック佐藤直人、シンプルに背後幸次郎のカバーです。翔平が寄せましたが、
終盤の横澤が前に出てきます。さあ、エドオールユナイテッド、ここはセンターバックの幸次郎に強くプレッシャーをかけます。ラフに前、高収める、収めた外に歩がいた、角度をつけて視野を保ちながらのドリブルです。歩のパス、ここに好調のウンパルンパ出てきました。使い分け、プレスバックが遅いぞ。ちょっとさあ、ここに中盤の影山レオが下がってボールを運んでいきます。ウィナーズも下がらないで前から少しはめようというスタンスを取っています。ボールを横にさばいた29番はセンターバックの高井照義ですから、この左利き中盤の影山がこのボール運びセンターバックの間に入って少し助けるような格好です。高井が背後に出します。カバーしました牧彦、頭で前に抜けました。さあ、このままいけるのか。21番の横澤が出ていきましたが、最後ウィナーズクリアに逃げます。おっと、牧彦が右の肩を気にしています。脱臼でしょうか。かなり痛みがあるようです。守備の要の牧彦、アクシデント発生、どうやら右の肩を痛めました。那須監督、今翔ちゃん行くよという言葉を発しました。どうやら牧彦は交代になるようです。さあ、従いまして交代の準備ができるまでウィナーズここは我慢。右からクロスが来た、逆サイド左ウィング石田滝人がボールサイド反応しました。さあ、準備できました翔ちゃん。まあ、翔ちゃんが入るってことは、翔ちゃんはサイドバックに入るでしょうか。ちょっと確認しましょう。さあ、中盤の競り合いです。ヘディングしたのが影山、ウィナーズ右に流して拓也キープ、拓也が中見た、左足で低い球、まあ、右サイドはかけるも押し上がってチャンスの形を広げに行きました。さあ、エドオールユナイテッド、まあ、チームのスタイル、スタンス的にはこうやって丁寧に運んで攻めようということのようです。佐藤直人です、左のセンターバック。この位置からちょっと前を探りますが、さあ、斜めにボールを入れてきます。これを幸次郎がカバーしました。前線高瀬る、セカンドボール敬語行く、しかしながらエドオールユナイテッドボール、よく引っ掛けました、ウンパルンパ。ただ前に清水が出ていく中盤のエドオールユナイテッド。さあ、ウィナーズ取ります。おっと、この辺りはまた取り返して上げてきました、浮き玉合わせられるか、ジャイアント取る。横からのボールでしたが、ジャイアント和樹クロスボールしっかり処理しました。翔ちゃんはやはり左のサイドバックに入っていて、左サイドバックでスタートしました。シゲが幸次郎と並んでセンターバックです。絞った翔ちゃん、あ、これは旗が上がっています。ジャイアント和樹のミドルフィード、翔ちゃんに対して強くプレッシャーをかけてきます、エドオールユナイテッド。さあ、中盤での位置でもらったんですが、これセンターバックの高井がついてきます。高キープ、右はサイドバックのかけるが上がったが、ボールを奪ってエドオールユナイテッド出ていきます。まだ行く、真ん中にチャンスはストライカーの秋元、最後翔ちゃん絞ってナイスカバーです。カウンターの形になりました、エドオールユナイテッド。石田のパスにストライカーの秋元が出てきました。ナイスカバーです、翔ちゃん。これ預けて預けていいよ。チーがそれ、コーチのもらいたい。さあ、狭いところ、これが左サイドバックのハニタです。ここに右センターバックの高井。左利き中盤の影山です。影山がアンカー気味のポジションに入っているようで、真ん中ラストパス出ました、ジャイアント。
ジャイアント和樹、非常に冷静な判断を見せます。ちょっと今、すいません、ルーちゃん今さ、中を待ってたから、カレーのとこ喋って変わっちゃっていいよ。ここで巧みに時間を空けます。タクちゃん、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 飛ばしてきました。まあ、敬語にはピタッと入りませんでしたが、敬語が少しプレッシャーを伺っています。影山の縦パスです。さあ間通してきた。ドリブルで21番の横澤、外側を使ってウィングの石田がいけるのか。いや、サイドバックのハニタが出てきました。カバーしたのは右サイドバックのカケルです。終わるから目離さない。29はもらえるよ。おい、アタック、アラートにね、やられてるぞ。1回、2回目はないぞ。結構高さにして、ポストはないんで。さあ、横澤が蹴った速い球、これは際どいチャンスでした。エドールユナイテッド、左足、非常にいいボールが来ました。最後4人飛び込んできた真ん中で頭で合わせた形です。従いましてウィナーズ的にはセットプレーもどうやら警戒が必要になりそうです。さあ前にボールをつけたのが受け口。この競り合いは受け口が引き取って前、ストライカーの秋元、後ろからウィングプレーヤーの白畑。秋元はキープ力があります。幸次郎、プレッシャーをかけます。21番の横澤、かけるは、まあ、ラフに長い球を蹴って逃げます。佐藤直人です。エドオールユナイテッド、左センターバック。さあしつこい敬語のプレス、カバーしました清水。清水左足ロングフィード、ジャイアント和樹出ました。ナイスカバー。クリアボールを拾った慶吾がシンプルにラストパス、高井く、まあ、こちらはこちらでセンターバックの高井がナイスカバーでした。どちらも、まあ、ゴールに向かう鋭い矢印を見せます。このですから77番の清水左利き、ここからもいい球が出ます。睨み合いです。清水と10番の影山が代わる代わるセンターバックを助けるような形になってます。これ影山。さあ1点リードのウィナーズ、前半残りが少なくなってきました。横澤です。エドールユナイテッドの中盤のプレーヤー、プレスをかけずに1回立ち位置を取り直します。ウィナーズ横にさばいたセンターバックの佐藤、センターバック同士で動かしといて、反転から影山、しかし高が粘る粘る粘る、高粘る、しっかりとファールをもらいました。時間に関するさまざまな声がベンチから両チームのイレブンに送られています。時計の針は今残り1分になりました。ジャイアント和樹、まあ、これもなかなかいやらしい球です。拓也が出ていきます。今日の拓也は右ウィングスタート、ちょっと右の肩をおそらくは脱臼じゃないかという情報なんですが、マギヒカ、それでもチームメイトを応援する力はあります。シゲ蹴りました。さあ全体を見ながら77番の清水のパスです。左のウィングベースポジションの石田11番、外側からサイドバックのハニタ出てきた。清水、エドオールユナイテッド、前半この残り時間はしっかり保持したところから崩しを狙っています。慶吾が間合いを詰めるウィナーズ、今度は右のサイドでカケルもプレッシャーをかけます。場所を狭くしましたので、エドオールユナイテッドはやり直す羽目になりました。
影山残し、もう20分過ぎてます。局面局面をウィナーズは非常に早く厳しい局面にしています。背後、これはうまく蹴らしたようなイメージ。これで前半終了の笛が鳴りました。ジャイアント和樹の素晴らしいパントから鋭い速攻に持っていったウィナーズ、最後は慶吾が仕上げた1点で前半0対1、江戸オールユナイテッド相手に1点リードで折り返しました。大丈夫か？俺とシゲの間にいるマークが、あ、選手がいる、フォワードの選手、20か 40ぐらいの、あいつともう一枚大外いるんで、あそこ、アイムが落ちてきてるわけ、あそこアイムもうちょいなんか絞らせて、さっきジャイさんが言ってたやつですよね、うんうん、俺なんとなくよ、なんとなくだけど、やっぱ歩夢くん、拓也くんが、うん、まあ、どっちもそうなんだけど、はい、ラインに入るのがちょっと早すぎて、相手が上がれちゃう感じがあるのよ。はいはいはい、で、あと、センターバックやっぱりボールサイドに引き出されすぎちゃうと、外でも2対2でさ、結構スペース空いた2対2になっちゃうから、それよりかは、歩夢くんもカバーできる位置でちょっと浮いといて、しげちゃんと、翔ちゃん、しげちゃんと翔ちゃんが、あのボールあっちやるときに、2人とマーク持ってる状態の方が、俺はいいかなって思うんだけど、でもやりづらかったら別に歩夢くん落としても、もうあの別に 1-0 だから変な話だから、そのしげちゃんがちょっと余った状態で翔ちゃんとむーちゃんがマーク持っててもいいし、はいはいはい、あそこしげがこっちまで寄りすぎるとちょっと中が開く感じがするんですよ、うん、2枚があっち行ってるから向こう、うん、そうね、先場とサイドバックが向こうに釣られすぎてるから、うん、ここをどうしてもシゲはケアしないといけないんだけど、うんうん、そうなると俺のところにいるこいつが、うん、そうよね、開くよね、渡したいんだけど、うんうん、渡し切れる距離じゃないんですよ。あ、なるほどね。で、もうムーちゃん下ろすしかないみたいな。じゃあそれでいい、それでいい、全然いい、全然いい。ペル進めない？はい、運んで進めないか。何を怖がってんの、俺できなかったらダメだよ。右足の前に置きながらだったら怖くないから大丈夫、最悪捨てればいい。いやー、もったいない、ちょっと、うん、まだ20分しかないから全部立てたけど、サイドバックがボール持った時はセンターバックとサイドバックの間からだから、前からじゃない、前からだと見られちゃうから、うん、背後からです。まず座ってゆっくりゆっくり休んで、ここに2人ぐらいいるってことでしょ。そうそうそう、足りないってことでしょ。そうだから、これは基本的にちょっとまあ、ゆっくり休みながらでいいからね。コンパクトさは OK。 中盤やっぱりどうしてもここボールプレッシャーいかないといけないから少し空いちゃうと思うけど、だからそこのラインコントロールは後ろは少しうまくするっていうところなんだけど、プレッシャーいかないといけないんだけど、距離がちょっと遠すぎるんだったら、ここのスピードよりここを8割ぐらいでこっちをこうそうもう出させてプレスバックに行くっていう一番の目的忘れないで、ゴールを終わらせなければいいから、そこだから、だからやっぱ釣り出されてここで裏返ってここにスペースがガバッて開くのが一番怖い。そうだから、そこのプレッシャーのかけ方っていうのは調整する。コウジロが言ってた、このかけるがいてこうやって、多分こうやって出た時にここが開くってことでいけないんでしょ。そうですね、行って裏走られるので裏でいい。まずは第一前提で、でもしもここに出るときは基本的にこの相手のポジションによると思うけど、コウジロが行けんだったらコウジロが出るし、出れないんだったらコウジロ行かなくていい。時間が作れるんだったら、まあ行くふりとかしてこのここを開けないっていう、それだけで相手プレッシャーになるから、ボランチの下がりを待つのか、でも行ききれるときはここ行って行くんだけど、この後ろのチャレンジ&カバーを忘れないように。かけるも一緒、チャレンジは行くんだけど、ボールサイド行くんだけど、ワンツーとかもあるから、そのチャレンジ&カバーっていうのは、このフォーバックのチャレンジ&カバーも含めて、ボランチもツーボランチもそうだけど重要になってくるから。歩夢ちょっと引っ張られると思うんだけど、最後のシーンは翔ちゃん出てきどうせだったら歩夢ここまで戻させないで、歩夢こっちにこの中のこの中盤のこのスペースのここに行かせたい、ちょっと絞らせて。で今攻め込まれてるかもしれないけど、カウンターめちゃめちゃ効いてるから、だからラインのその守備の時間帯で今この距離感っていうところ、2人
2人のセンターバックも含めての距離感っていうところを意識してね、ボール優先で絞るっていう、このスペースを埋めてあげるっていう、この距離ね。あとこの間から走るやつは何度かついてったけど、あれでいい、あれ全然 OK、 いい対応できてるから。で、あとコンパクトに行くっていうところで、今右サイド竹谷とかヘディング勝ってるから、あと高のところでも勝ってるから、その起点っていうところをどっちかこう、しっかり絞って、でロングボールがちょっと多くなるけど、それを歩むちょっと一回時間できたと思うけど、もう一回作り直してもいいから、マイボールの時縦に行けたら勝負していい。でも自分たちの時間っていうのもどっかで作ろう。 OK。 で、タカもそうだけど前の選手勝ててるから、だからそこのセカンドボールっていうところをまず意識しよう。ちょっと押し込まれる時間帯もあると思うけど OK、はい、そこだけやっていこう。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。右回ると1枚目、左でケンチで1枚目で、ゾーンで、スキヤ君はストーンです。 OK で、直接が OK。 20分本当にあっという間、今見てて分かると思うけど、本当にあっという間に終わっちゃうから、ゆっくりする時間はないから、攻撃も守備も焦ってボール前にロングボールで捨てろとかそういうことじゃないけど、しっかりボール大事にしないといい。だからボール持ってる選手、ボール保持者に対しての選択肢が少ないんで、今の前半見てる。だから結局前つけられないから横パス横パスになっちゃう。もっともっと中盤の選手、ダブルボランチと、1.5 のシャドウの選手と両ワイドの4231の23の選手がもっともっと気を使って選択肢になること、受けて前、受けて前、OK、で前はとりあえず背後忘れない、背後忘れないこと、取り行くこと、OK、サイドが持ったら仕掛けきる。ただキーパー上のボール強いから、上のボールのクロスはもうない、もう見てわかるでしょ、グランダーの 下の速いボールね。ただ下乾いてるから、あんまり緩いボールだと届かないから、しっかり強いボールしっかり押し出すこと、OK、なんかそれに対して絶対入ってくること、いいか、そんなに別に守備の強度が高いわけじゃない、引いて守られてるだけだから、 OK、 前にボールつけられる準備し続けること、立ち位置から前立たれないような立ち位置取って前につける、そしたら自分もう一回入れて2対1、3対1作る、 OK、 1点と、まず1点取ること、まず1点取る、よし、さあ行こう行こう行こう、負けらんないよ、負けらんないよ、オッケー。後半の終わり。後ろから今から、メンバー総替え。相手、うん。そうだけどもう関係ない。まあ一応 A が出てくるっていうことなんだけど、正直 A も関係ない。A だろうが C だろうが関係ないから俺らにとっては。オッケー。やることは変わんないから。オッケー。やっていこう。おっす。オッケー、ここからチーム力よ。よっしゃ、オッケー、勝って帰ろう。はい、ゴーウィナーズ、ゴー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 チームで、お願いします。立ち上がれ、立ち上がれ、戦い方に勝負、僕ありからね、入り入り、ウィナーズ1点リード、後半を迎えます。相手は東京都リーグ2部の江戸オールユナイテッドです。でエドオールユナイテッドはですね、左サイドバック5番のハニタ、左センターバック19番の佐藤、この2人を除いて後半の頭からですね、メンバーを9人変えてきました。従いまして私も頭をリセットする必要があります。今言った24番花輪です。花輪はおそらく右のウィングがベースポジションになります。さあ江戸オールユナイテッド、前にボールを蹴ってきます。セカンドボール、今競ったのが15番、右サイドバックの原野園。さあウィナーズボール、プレスをかける江戸オールユナイテッド、プレスをかけました。さあこれで高い位置で近藤が取ります。近藤周平、近藤が真ん中に入れた、おいい飛び出し、ジャイアントも出る。これはジャイアント和樹の飛び出しが少し目に入ったでしょうか。この前線、今出てった9番の青柳がおそらく中盤の位置から出ていく形になります。さあジャイアント和樹が蹴った球、高野フリック、歩が競る、競って倒れた15番、こちら江戸オールユナイテッド原野園剛であります。さあ後ろから22番センターバック今井慎太郎、対角にタッチライン際までいい球を蹴ってきました。ピタッ
と鼻間に合わなかったものの、まあ、一気に距離を変えて鋭い攻めを伺っていきます。巻比較負傷で前半の途中から急遽出番が来ました翔ちゃん。その翔ちゃんのスローインです。ちょっと競り合いましたが跳ね返しました。シゲ前線にはタカがいます。腹の園競ったこぼれ球前から挟みに行きます。さあこのですから、まあ、ちょっとトラップうまく流れ、ま、いきませんでしたが、ハニタが後半も引き続き出ている2人のうちの1人です。近いところ入れます。翔平後ろ向きで前、しかしながらボールを拾ってセカンドボール今井です。今井が右にボールをつけます。これで中から花輪が出ていく。原野園は下げました。今井が角度をつけてゴール前。ジャイアント素晴らしい飛び出し、オフサイドではありましたが角度をつけたクロスボールに冷静に反応しました。江戸オールユナイテッドはこの立ち位置で見ますと27番の吉野がセンターフォワードの位置に入っています。26番の藤沼が左のウィングで、競った19番は前半から出ているセンターバックの佐藤です。さあ敬語、ちょっとこれは外側を使うサインプレーでしたが企画倒れに終わりました。さあセカンドボール運パー足出します。これはワンフェイク入れて前に運んでいきました6番の近藤です。まあ、ちょっとしたプレッシャーにも全く動じずにつないでいきました10番の近藤。先の展開がありませんウィナーズ。近いところ入れます。さあ近藤です。下げないで前、これも冷静にキープです。14番の東浦セカンドボール運波が頭で残します。翔平が行きます。そこに激しいタックルが来ます。シゲシゲシゲもう少しもう少し一歩二歩。センターバックに前半の途中からスライドしましたシゲに対して那須監督気になることを伝えました。運波で取って翔平のパス、これはどうでしょうか。前に向けたタクヤでしたがちょっとこれは収まりません。ハニタ入れます。佐藤のロングフィード、下がりながらヘディングで前に入れます。さあ歩キープ、こぼれ球ウンパルンパ。さあ真ん中から吉野がプレッシャーをかけます。これは冷静プレスを剥がす冷静なパスでしたジャイアント和樹。なんといっても江戸オールユナイテッドは東京の2部で戦っているクラブですから、簡単にこのインフルエンサー集団に負けるわけにはいかないというゲームですが、突破した、これはどうか、ハニタの折り返し、止めて左足、このシュートはちょっとブロックされました。タクヤが出ていきます。この22番はセンターバックの今井。後半江戸オールユナイテッドはかなり優勢にゲームを進めています。技術があります。近藤カーブをかける、セカンドチャンス前に入れます。吉野粘れよ粘れよ、こぼれを自分でつなぎに行きます。ちょっとしたところですが翔ちゃんが体を張りました。ワンタッチ9番の青柳がワンタッチでしたが、これはウィナーズカバーしてのクリア。おっとタカがプレッシャーをかけた。ゴールキーパーは杉本が務めています。後半の江戸オールユナイテッド、さあ非
非常にプレスを厳しくいきます。今行ったのが26番の藤沼、前からプレッシャーをかけに戻ってきました慶吾。さあ近藤です、シンプルに背後左の裏です。藤沼が入ってきた、カバーしました幸次郎、セカンドボール近藤、近藤が打ちました。素晴らしいキックを見せました中盤の近藤周平です。タケヤタケヤ、そしてさあタケヤのワンタッチ、右抜けたのはタカです。ナイスタカ君、ウンパルンパも出てきました。タカキープ、そこから奪って真ん中に入れます。さあ吉野来た、ゴールに向かった、幸次郎がカバーする、ワンフェイクマン折り返しましたがちょっとタイミングがずれます。おっと、ちょっとかけるがですね、膝に手をやって何やら具合が悪そうです。ちょっとですね、これは左足狙ってきました。今日のかけるはですね、コンディション的には万全ではなかったんだそうですが、ちょっと後半の半ばに来て予想以上に早く疲労の色が出たようです。それも踏まえましてうまくやりくりしなくてはいけないウィナーズ。幸次郎ナイスカット、一気に前、高瀬ったこぼれ球、慶吾は見る、高へのラストパス、高打つ、ナイスカバー、慶吾のスルーパス、高の飛び出し、ウィナーズ自慢の2トップ、敬語らしい丁寧なパスでした。高野決定機、前半から出ているセンターバックの佐藤のカバーです。さてウィナーズ、あとセンターリングで首を振る交代を行うようです。アザスが入ります。かける交代、やはり体調不良には勝てなかったようです。しかしながら心境著しいアザスが出てきます。さあ中盤にボールをつけてエドオールユナイテッド、まだ1点ばかり、おっと歯に立ててきた、まあ、飛び出しはしかしながらオフサイドにはなったものの非常にいいものがあります。スライドだけ、横へのスライドだけ、ジャイアント和樹セカンドボール、拓也競ります、まだ引っ張れ、小さなパスを前につけます。ここに下がって14番の東浦が受けます。まあ、この辺りも非常に丁寧にサッカーをしようというエドオールユナイテッド。佐藤のパスです、間を通します。ここに東浦、いい守備を見せます翔平、翔平が球際非常にタフに対応しました。高次郎はシンプルに裏、もう狙えれば前線の高を迷うことなく狙ってきます。ウィナーズ近藤です。さあ左の裏抜けてったのは藤沼、入って間もないアザス、ナイスカバー、小さなパス近藤がつけます、ひっくり返す慶吾、小さなパスです、ウンパルンパにボールが入った、ウンパルンパウンパ、そして外です、歩夢もドリブルがあります。オーバーラップを見せ球にしてクロスボール、さあ
藤沼が切り返しましたが、これでまた江戸オールユナイテッドボール。外側から探りを入れます。9番の青柳に入れました。ちょっと持ってコントロールします。江戸オールユナイテッド、青柳のワンタッチ。右のサイド24番花輪です。花輪は小さな戻し、ワンタッチ青柳、セカンドボール。佐藤直人の浮き球です。ウイングの花輪出てきた。これは重のカバーです。牧彦が怪我をしても今重がいます。ジャイアント、この長い球は江戸オールユナイテッドが跳ね返します。9番の青柳が出てきました。なんか倒すなよ、ペナルティが絶対倒すな。ノーファイルじゃれ、ノーファイルじゃれ。次タイト、次タイト、少しタイト、少しタイト。今度触る距離、触る距離。近藤のすくい上げるような浮き球、バックスピンはかかっていたんですが味方がいませんでした。さあ、ここもジャイアント和樹、巧みに時間をコントロールします。そしてこの長い球、競り直す高、センターバック今井に対してプレッシャーをかけます。アユルも行く、高も行く。この辺りはウィナーズも球際の投手を見せます。佐藤です、左センターバック。ちょっと前は出すところありませんでした。ゴールキーパーの杉本雅也、こちら今井慎太郎です。右のサイドバック原野園、長い球を蹴ります。どうだ、大城高キープ、カバーしたのは花輪です。高前向け、アイムが晒してスルーパス、ゴール前には拓也も入ってきた。まあ、ちょっとこのマイナスはうまく蹴れませんでした。敵陣で潰した。さあセンターバックのシゲがかなり前に出て潰したところからカウンターを狙っていきました。ウィナーズ、今井の小さなパスです。横にずれながら慶吾がプレッシャーをかけます。さあ外側からハニタ、アザスを剥がしたがアザスカバー。かけるの体調不良で急遽出番が来ました。アザスいいカバーを見せます。ジャイアントカズキこぼれ球、拓也、まあ、ここは独力でもって時間を作りました。拓也、中盤の近藤のファールです。まあ、ゲームも終盤に入ってきてますんで時間を作る非常にいいプレーでした。18番の拓也、跳ね返しを江戸を抱いていった27番の吉野が競ります。さあここでウィナーズが交代を行います。高交代、義士が出てきました。義士は左のウィングに入ります。従いまして歩夢が敬語と2トップということになりました。さあ右サイドウィング花輪キープ、24番、そして14番の東浦スペースに出します。バックスピンをかけます。右サイド、江戸オールユナイテッド、時間との勝負です。
27番の吉野。ボール入るぞ、ボール入るぞ。ノーファール。コジロ、繋がる。15番の原野園、東浦の浮き球ワンタッチ、跳ね返しました。コージロ、今井です。おっと、狙う、狙ったが取れない。歩夢がしかしながらタフに行きます。左足シゲクリア、残り1分。ボックスに入れます。セカンドボール、岸も競って、翔平も競って、さあなんとかタッチに逃げます。両ベンチ時間が気になります。特に江戸オールユナイテッド東浦、どうやらこの助走ですとロングスローで来ます。どうだ、どうチャンスか。こぼれ球、なんとか逃げた。左足狙ってきました。今度こぼれたが冷静に対応しました。ウィナーズ、これで時計の針は40分を回ります。深いところまで持ってくる、タクヤのところボールがこぼれましたが陣地を回復しました。ウィナーズ、試合終了の笛です。シーズン4のウィナーズ、なんと東京都リーグ2部の江戸オールユナイテッドをやっつけました。前半7分慶吾の一撃、この虎の子の1点を守りきっての宇野ゼロの勝利です。強いウィナーズ、強いシーズン4のウィナーズ、なんとこれで5連勝です。よいしょ、ナイス勝利。よっしゃ、よく戦った。ナイス、ナイス、マジか、暑かったな。集中力が上がった。これ、グランス。マジか。ボランから後ろ集中力が。いや、すごい。マジ早い。試合長くなかった。長い。ほんま勝ったけど、歩夢外してて。いいゲームやったけど、歩夢外してて。大チャンス。シーズンがじゃ無理。無理か。シーズン。シーズン。いやー、ちょっと感動だな。運パ今日使ったな。オッケー、ナイス勝利。ナイス。まあ今日は本当に良かったのは、その前回までのフィードバックの中で課題だったり修正する部分っていうのをしっかりとポジショニング含めみんなが意識してやれてたっていうところ。あと状況に応じてね。しっかりとあのチームでみんなで、まあ、守備だったりカウンターだってその意識を統一できたということはすごいあの勝利に、結びついた要因の一つかなと思いました。あとその途中出場で、まあ、翔ちゃんだったり義士だったり技すなんてもうずっとね努力かけて努力してねやればできるっていうのを証明してくれたし、まあ、今日多分一番プレータイム長くかな、はい、うん、10分で出たけど全く遜色なく玉際も激しく言ってくれたし粘り強く守備してくれたし本当に勇気チームに勇気を与えてくれたと思う。であのそれだけじゃなくてあのベンチにいるメンバーもそうだし本当にいつでもいい準備をしてくれて、チームのためにね、マキも怪我したけど声出してくれたし、うん、そうだからこれがウィナーズだから誰一人として、ね、気持ちの部分に欠けたら勝てなかったしみんなのねあの気持ちの方向性がまとまった時に本当に大きな力を生むから、ね、これは続けていきましょう。でも本当にお疲れ様でした。ナイス勝利。そうですね、あの、まあ、うちの選手たちの力不足というかあの、まあ、それでしかないかな、はい。まあ、ゲーム前にも選手たちには君たちはサッカー選手なんであのそういう職業じゃないサッカープレイヤーには負けちゃダメだと
う話をしたんですけど、うん、彼らが一番分かってると思うんですけど、あってはならないことだなと僕も思うので、もう一回も自分たちのあるべき姿というか、やるべきことというかっていうのをもう一回見つめ直さないといけないかなと思います。出展したシーンもタカさんのカウンターからの一発だったと思うんですけど、やはりレベルが高いなと、強度がすごい高いセンターフォワードだなと思うので、ちょっと後でオファーをします。今日はちょっとこの後夜僕の方から連絡は入れますけど、ちょっとどういうリアクションがあるのかちょっと怖いですね。シブに負けたなっていう、相手の方が頑張ってたし、勝とうっていう気持ちがこうチームとして現れてたっていうところもあって、言い訳とかなく負けたと思います。まあいつもより試合時間が短いっていうところがあったんで、まあ、最初から入ろう気持ち入れて池でまず負けないっていうところは意識してはいたものの、なんか形として表現することできなかったので、まあ結果として先に先制点決められて、まあ、あまりいい形作れなかったかなっていうような感じです。楽しみにしてた一戦ではあったものの、こう結果としていい結果ではなかったんで、まあ、ここはもう言い訳せずに負けは負けで認めて、もう一回チームとして前向いてやっていくだけかなというふうに思います。個々の能力はもうもちろん高いですし、選手全員がどういうプレーをしたら、どういう試合運びをしたらより勝ちに近いサッカーをできるかっていうのはすごくこう共通認識を持っているなっていう印象があって、20分ゲームっていうのはあるんですけど、なんかそこも分かった上で考えた上でこうサッカーをしてるなと思って、なんか僕自身はすごく、まあ、何よりも本当に悔しいですし、ただ本当勉強になったこの20分40分だったなっていうような感想です。どういうチーム今ディビジョン何番まで行ってる？俺ね6。一緒。ディビジョンあれね。え、何番？俺も今6。俺はね、6。今ね、優勝率3500円ぐらい。あ、日本人かけすぎやってるって。毎回とかして。毎回ホテルにプレスファイブ置いてあるから。まずはフロントに部屋の大きさとかじゃなくて、はい、HDMI 接続できますか？ネット環境いいですか？そこだったらね、いくら部屋さんでもいいんですね。いいです。ダイちゃんさ、プレステ5持ち上げてめちゃめちゃすげえいいんだけどさ、うん、モバイル版でもいいところ出たの知ってる？もちろん。だって俺あれですよ、イーフットボール そのモバイル版のアンバサダーやってましたから。うわ、去年ダイちゃん選ぶぐらいだったらね、俺らどれだろう。選ぶぐらいどうしちゃった？俺らの思い出した。モバイル版のさ、ディームズボールがさ、出てさ、で、その中でも、ドリームチーム。おっ、え、あんま俺までやってないんだけど。携帯版のドリームチーム。あるマジ？ケッキ、熱いやん。でしょ？うん。今日はちょっと、おぉ、どんな感じ？え、もうちょっと待って、同じなの？もう、全く同じ。うわ、すごいな。コナミさん、すごいわ、それは。できんよ、そんな感じ。クオリティを仕組みも知ってるんだ。モバイルに行くのは相当難しいと思うけど。これね、何なの？もうね、もうめっちゃむずいんだけど、うん、ロマンがめちゃめちゃ詰まってるこのモードには。どういうこと？あのねこれちょっと分かる人に分かるんだけど、もうねずっと考えられるの。今までのウィーニングイレブンで選手を育てたら、もう決まった数値でしか選手が成長しないの。だけど今作、選手の能力値の割り振り自分らでできます。激熱いな、それ。自分のスター選手が、まあもしも能力値低かったら、それスター選手、本当のスター選手にできちゃう。そうですそうですそうです。自分の能力上げたい、能力を上げれるってことだね。そう。うわ、めちゃくちゃおもろいやん。まさにドリーム。うわぁ、つながった。それは確かに、そんだけ考えたわ、ずっと。うわ、すげえ。メンツエグい。
いよ。うん、まあ本当はさ、このドリームチームさ、うん、いろんなね選手獲得できるんだけど、うん、俺はマンチェスターユナイテッドが好きだから今回はマンチェスターユナイテッドで。あ、もうそれは出すよ。あ、そうそうそう、すごっ。でもそういうのもできるんだよね。そういうのできるで、もうマンチェスターユナイテッドにしちゃうみたいな。そうそうそう、でもちろんだからそのね、いろんなチームの人を組み合わせるってことも可能ってことですよね。もちろんもちろん。わあ、すごいな。この画面の右下にある契約をします。はあ、はあ、契約ね。契約したらいいんじゃない。あ、契約か、うん、で、真ん中のスタンダード選手リスト。ほう。で、今え、あ、これ全然買える。絞り、マンチェスターユナイテッドって言ったの。絞り込んでます。それですよ。格とかもある。で、今回俺はゴールキーパーの、うん、マンチェスターユナイテッド一番高いです。そう、ダビド・デヘアをわらチームに。レベルっていうのが、あの、うん、選手の育てれる限界値みたいな。イエス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 。まあ、ダビド・ディフェア。コルデ。これも 100% できるんだもん。あ、これ 100% GPR。 契約拒否とかないの。まだチーム入りたくねえよ。デヘアからしたら入りたくないよ。これ、このお金を GP を消費して獲得。うわ、かっこいい。出たこれ。一緒じゃん。え、待って、え、ちょっと違う。ちょっと違う。ちょっと違う。かっこいい。うわ、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 かっこいいじゃん。オーケー。かっこいい。そうやって選手を獲得していって作ってる。そうです。じゃあ今取ったダビド・デヘア強化していこうよ。いやー、ちょっとしていきたいですね。マイチーム押します。マイチームね、選手で、選手押したらこのレベルトレーニングっていうのがあるんで、そう、はいはい、これ押すっす。で、このトレーニングプログラムで経験値を、あ、まあ、俺いくつか持ってて、じゃあ4002個入れてみようかな。どうしよう。プレビューでさ、あ、デヘアは21位まで上がって10個、うん、そんな上がるんだ。10個上がるでってプレビューも見えるから確認しながらね。で、実行押すです。はーい。おー、そうだ、うん、これで、まあ、タレントポイントってさ、画面に出てるじゃん、うん、あれが、このダビド・デヘアを強くさせるポイントの振り分けね。18分振り分けられる。そうそう、能力か。そう、じゃあこの今画面に出てるタレントデザイン振り分けていける。パラメータがチームスタイルできてる。ここがね、ここからですよ。あ、第5位が、はい、ちょうだい、一番大事だね。ちょうだい、ちょうだい、ちょうだい、ちょうだい。このね、あのパラメータっていうのは、うん、パラメータ、シュートとかさ、パスとかドリブルとかさ、エアーとで能力に関わるところがさ、あって、まあ、ゴールキーパーだとかがさ、だいたいこの GK1 とかさ、ここら辺のスキルをさ上げていくのが常なんだけれども、はい、だけどもこれだけ上げてもね、選手欲しくなる。なるほど、ダメなのよ。はい、ここじゃないのよ。え、こっちなのよ。チームスタイル的性。なるほど、はい、うわ、今この e フットボールに5つ戦術が投入されてると、はいはい、で、自分が、まあ、好きなさ戦術とかやってみたいな戦術にこれ今18あるポイントをちょっとずつ入れていくの、うんうん、例えばポゼッションしたいですっていう人、まあ、3つ入れたらどうなんだろうなって確認すると、今3つポゼッションに割り振ってデヘアの戦術適正が81。ポゼッションが得意なデヘアの。そうで、これじゃあロングカウンターにしたらロングカウンターが上がるんです。そう、バスのチームはないよ。確かに俺でもショートカウンターも全部いい。あ、じゃあポゼッションちょっと間違ってる。いやいや、例えば、例えば、まあ、自己しても、うん、あ、自己するか。いや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 、どうしたらショートカウンター。どうしたらショートカウンター。どうしたらショートカウンター。当てられてるやん。で、俺は、96絶対超えるようにする。こうやってあげるんか。まずじゃあ実行するね。ジャンゼルあげる。ジャンゼルあげた方がいいやん。ジャンゼルあげる。ジャンゼルで、ショートカウンター型のデヘアを作った後に、こっちのパラメータ、なるほど。ここでね、自分がどういうデヘアにしたいかっていうところをずっと考えられる素敵な
空間っていうか、確かに、あ、もうめっちゃなんか笑ってきたわ、さっきのあれなんか、ずっと考えちゃう、確かに、まあ、圧倒的に、ゴールキーパーセンス上げるっす。え、うん、あ、ほぼ使っちゃうんだ、うん、あ、ジャンプに行くの、いや、センスなのよ。センスっていうのは、まあ言ったら才能みたいなもの、うん、そうですね、相手にどんどん迫っていってるキーパー、どういう風に、なんかどこに陣取るかのセンス、センス、俺は操作できないからさ、うん、あ、確かに、ね、ジャンザイこんな感じでやるで、あ、もう633でいくんだ、うん、633、わ、めっちゃ強くなる、うん、すげえ、86になるんだ、総合値が、そうそうそう、81からね、すごい、めっちゃ変わる、実行で、あ、実行、うん、うわぁ、これで強くしていると、イエス、ロナウド上げよう、ショートカウンターに行こうかな、うわ、86、うわっ、すげえ、うん、でしょう、まああとお任せっていうさところがそんなあるから、それ一回見て、あ、別にロナウドエアバッグいらないなとかドリブルいらないなって調節して、うん、じゃあクイックネスオフェンスセンス爆上げしとこうと、で、うん、もう確認、うん、早い早い、便利な機能が、うわ便利だな、でこれ実行、こんな、すごい、バレルバラバランも上げてね、うん、チームスタイル上げる、そう、これでいいでしょ、フレッチもね、フレッチ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 、はい、オッケー、うわめっちゃ強くなったよ、でさっき取ったデヘアも入れて、うわ、すごい、うん、めっちゃおもろ、めっちゃ強いな、そう、だから残りの選手をさ、もっともっとレベル上げていけば、うん、もっと強くなって、え、チームレベルも99まである、最大100、面白い、いや、おもろいよこれは、やばいね、夢だ、そう、こんだけさ、考え込んだりさ、どうやったら勝てんだろうなっていう、なんか奥深いさ、モードが、ドリームチームあるからさ、俺らももっともっと強くなって極めていこうぜ、いや、マジで、ある方から、まあ、ビッグサプライズの方からメッセージいただいてます、うわー、義士と運パーから相談を受けまして、まあ、その2人の知り合いで、まあ、ウィーナーズの、まあ、メンバー候補になりうる選手がいるっていうことで、こちらの方にちょっと足を運ばせていただいたっていう経緯になります。バンバシーフォイドバン、ネイマール、ここをかわした、ボックス内へ、レスフォード、チャンス来た、メッシコナミ。